ほど登場の際にスクリーンにも出ましたが、はいはい、80年代ヘアメイクをバッチリしている写真があるんです。さっきかさあどうでしょう、早速見ていきましょうか。ほうほうほう、お願いします。えあ、ちょ、あら、誰、あ、これ、え、金沢さん、これちょっと YMO の坂本龍一をイメージしてやってます。かっこいいですね。なるほど、そうです、そうです、これ普通にかっこいい、こういう人いっぱいいたんだよ。いました、いました、うん、はい、うわー、そうや、ちょうどこのパンツのスタイルもドーンとね、そう、太くてね、はい、太くて、うん、うわー、そうや、あ、来ました、こう、あのね、こういう顔ができるくせに緊張するんだよ、こういうとこ出てくると。すごい緊張する。写真撮られる時と焼肉屋だから、いや、もう焼肉車に構えてますね。なんでペロ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 、なんかペロペロしてますね。焼肉のタレ舐めたら、いやいや、肉食べんと焼肉のタレばっかりペロ、不審者や、それやったら。嘘です。あ、これ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 、あー、これ何気にね、すごい、完全出来上がってるもんね。出来上がってる。実際にどうでした？いや、かわいいよね。登坂は大変ですね。大変でしょ。ドライヤー当てて、そうそう、なんか丸くこうやって、そうや、もうカーラーで、ほんでヘアスプレーでね、あれ固めて、カチカチに固めて、結構ボリューム出すの大変でした。今時さ、こんなアニメみたいな顔した子いないよ。いや、いないです。どういうことですか。確かによーできてるわ、本当にね。すごい本当だよ。はい、もうそれすごい汗かいてますよ、私今日本当汗かいてるね。はい、本当にもうやりきりますよ、今日本当に何遍も言うやけど、偉いさんが見に来てるから、本当に。はい、久保田さんと佐々木さんは30年前というのはまだ生まれてらっしゃらないと思うんですが、はい、まあ30年前ではなく30年後、あ、30年後はどんな風になっていたいですか。そうか、この先30年後、30年後、うん、久保田君、そうですね、前髪ないかもしれないよ。いや、そう、君たちニコ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 してるけどね本当に何が起きるか分かんないんだから。ええな、本当そんな分かってんだじゃない、分かって、そんなことはないよ。30年後、いやでもそうですね、後ろからもあるかもしれないし、前からもあるかもしれないですけど、ああ、うん、でもそうですね、それも武器にして、あ、それを武器にね、なんかでも役者はやってたいなとは思いますけどね。うん、そりゃそうやね、そういうキャラになったら、はい、もうそうですね、つけたり貼ったりはしないで、こうちゃんとちゃんとこうしてやりたいな。金沢さんの一つのボケに対して妄想膨らめるのやめてもらえますか。いや違うの、あのね、はいはい、だんだんね、緊張が解けて慣れてきたから、はい、いつもはこうなの、現場でも。そうなんですか、やっぱ現場では、うん、結構、ああ、もう軽口ばっかり叩いてね。いやいやいや30年後は役者として、そう、でもやってたいです、うん、やってみたい。いやいや、やってみたいじゃないですか。いや、俳優だから。俳優で、やってたい。30年後も当然役者として、そうですね、息をの長い長い役者になってたいなと思いますね。ね、続いて佐々木さんはいかがでしょうか。30年後、女性はハゲるんですか。いや、ハゲやないと。別に、ね、その話いいか。30年後テーマハゲたらのちょっと話しちゃうから。あ、違います。30年がどんな風になってみ、ね、るかというか、なんかそういう思いというか、自分の目標であったり。そうです、私もこの仕事でも髪の毛があるままやってたいと思って。髪の毛はいいからさ、ね、すいません、なんかその話に引っ張られて。スカラブディのイベント違うんだから、これは。そうですか。、はい、逆にあの久保田さんから見た唐沢さん、はい、どんな方でしたか。現場での雰囲気とか、はい、やっぱり子供の頃からやっぱすごくテレビで見てた方なので、そうや、やっぱテレビの印象ってやっぱすごく見る人にやっぱ伝わるし、うんうんうん、見る人が多ければ大きくなるほどイメージっていうのはすごく、見る側のやっぱそれぞれの方たちの印象でやっぱイメージっていうのがどん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 できていくと思って、うん、僕もやっぱ何でしょう、唐沢さんのシリアスなやっぱ芝居をずっと見てきたので、はい、本当怖い人なんだろうなってすごく思って、はい、顔合わせの時に、うん、あ、顔合わせじゃない、衣装合わせの時に、うん、先に衣装合わせしてたんですよ、はい、これから唐沢さん来ますって言ったんで待ってたんですよね、で唐沢さん来られて、両太役やらせていただきます、久保田正孝です、よろしくお願いしますって言ったら、うん、よろしくなって言われて、あ、じゃあお疲れ様でしたっていう あれがあって、あ、最初は、はい、最初あって、多分本当に変な、俺厳しいからね、そうですね、まあ最初はね、最初は、うん、なんもう出てくるもん、みんなぶっ潰しちゃう、いやいや厳しい、怖い怖い、そうですね、出るくや、俺ひんまげるからね。いや、力強い